老後破綻が増えている。日本弁護士連合会の破産事件及び個人再生事件記録調査の最新のデータ2020年によると、自己破産者に占める70代以上の割合は 9.35% で、2002年の調査 2.73% と比べて3倍以上に増加したことが明らかになった。現役時代よりもはるかに収入が下がっているのに、出費がかさんでしまって老後破綻になるケースが多いのです。物価が上がっていく中、今後も老後に破産する高齢者は増えていくでしょう。そう語るのは節約アドバイザーでファイナンシャルプランナーの丸山晴美さん。老後破綻を防ぐには、収入に合わせてやりくりできる術を身につけること。その第一歩が固定費を見直すことだという。固定費とは住居費、光熱費、通信費、保険料など毎月発生する費用のことです。サプリメントの定期購入や、動画や音楽の配信など商品やサービスを定額で利用するサブスク代サブスクリプションサービス料金も含まれます。最近は、ペーパーレス化により請求書や領収書が手元に残らないため固定費の見えない化が進行。無意識の無駄遣いが常態化しているケースが少なくありません。高齢者を助けよう。削るところがないから自己破産するんだと思うんですけど。何らかの資産があると生ポになれない。イデコやったら一生生ポ無理だよ。どんなに困窮しても耐えるしかない。60歳以降受取分使い果たせば受給資格あるんだが。お前、生ポなの？将来受ける可能性あると思って調べただけの現役っす。物価が上がっているからギリギリだった人が脱落しただけやろ。正規雇用の氷河期世代が高齢者になる頃は、ほとんどの人が生ポになるだろうな。支える若いのがいなし、いても重税で破産じゃねえ。解約できんのじゃ。うちの親がまだ現役のつもりでいろいろ浪費してて頻繁に節約しろって諭してる。うちの父親も早く自己破産しねえかな。あと新聞の定期購読とかまだ続けてる高齢者も多い。これも簡単に解約できる。どうせ年金なんかまともにもらえないんだし、ある程度の資産がある勝ち組老人じゃなきゃ手持ちの資産使い切って破産して、あとは生ポで生活した方が豊かな生活送れるんじゃね？サプリとか健康食品の継続購入を続けてる高齢者も多いよな。多分テレビショッピングとかで申し込んじゃったんだろう。あれは早急に解約しないと。実家の親父は無駄なサブスク入りまくってたわ。全然見てないのに。基本みんな正社員でバブルを経て資産形成できた世代のはずなのに生活保護受給者に落ちるのか。資産形成できなかった氷河期世代が老人になったらひどいことになりそうだねう。逃げ切り世代から少し外れただけでこれ。若い奴らの老後は悲惨やろな。年取ると金持ってるか持ってないかで差が出るな。若い時必死で働いて金貯めといてよかったよ。この差は国のせいではないな。破産したけど弁護士が口悪すぎて精神病悪化した。破産したの？マジ？どんな感じだった？弁護士によるけどすごい口の悪い人いる。傲慢というか、見下してるというか、まあ多いよな。自分がエリートだというおごりもあるんだろう。有資格者は老後も安泰やからな。老人になってから変わろうと思っても無理だよ。若い頃はともかく、10年になったら節約生活始めないと、手遅れになるよ。老後のために貯金って言えないからね。何しろ経済を回せだから。若年層と違って、食える仕事探せないから積む確率は高い。1日3食がマジで無駄。2食で十分。50までには中古マンションを買いたい。それがいい、小ぶりなやつ。年食っての家賃辛いらしいぜ。修繕費溜まっていないマンションもあるので気をつけて。前の所有者が修繕積立金払ってなくて多額の費用がかかったって話もあるしな。気をつけないと。むしろ自己破産できるのならそっちの方がいろんな意味で良いと思う。そらそうだろう。働き盛りの40代が休みなしで毎日長時間働いて、固定費を削るだけ削って、何も買わず飯を1日1食に切り詰めても破産するんだから。生きているだけで金がかかりすぎる。そんな感じの生活してるやつ知ってるわ。でもって趣味が風丸が良いなんだとくさ。あればあるだけ使ってなくなや生活保護で悠々自適な生活だもんな。マンションや家は、マイナスしかないから買うなう。本当にマイホームや自分のアジトが欲しいとか、そういうのじゃない限り買っちゃダメだよ。絶対に賃貸にしとけ。将来生保受給するなら賃貸で良いな。ただそうじゃないなら今後はもっと円安進むかもしれんから何か現物を持っておいた方がいいよ。70代の破産は生活保護で逃げ切り作戦だろうね。自分はまだ現役世代だけど、日本はマジで税金包囲網すぎるんだわ。ただ息してるだけで金がかかりすぎるんよ。寝る時間も不足するほど働いて、飯もまともに食わずに節約しても金が足りない。こんな人生なら、アフリカとかで貧乏でもゆっくり生きた方が幸せだろうと思うわ。テレビを持たない。新聞を取らない。と一言も書いてないのが笑える。氷河期が退職時期になれば、さらに増えるんじゃないのかな。まあ自己責任だから仕方ないか。氷河期は節制していそう。一度バブルで良い思いをした老人が、生活レベルを落とせなくて転落。バブルを一応経験した世代だが社会に出てすぐに弾けたのを見てた。ビルから飛び降りたり行方不明になったりので逆に倹約するようになった。今思えば恩恵受けなくてよかったと思ってる。
破産するのも通帳を無駄に持ってると全部の履歴取ってこい言われるから。使ってない通帳も使われてないことの履歴が必要で銀行によっては2年遡る手数料だけで1万円かかる。余計な出費があるから気をつけてね。無一文で履歴取れない人は弁護士が代理で取れるんだろうけど。1万円もかかるのか。こういう情報は経験者ならではだね。勉強になる。老後2000万じゃ、到底、足りない。老人間でも持てるものと持たざるものの格差はひどいものがある。持ってたのに、振り込め詐欺で持たざるものに転落した話も聞いたが。円安になってるから今は老後2800万くらいになってるよ。今後もっと増えるかもな。年寄りなら破産してもその後の人生は影響少ないから今後増え続けるだろう。子供作って育てたとしても、その子供が親の老後の面倒見てくれるかというと。ランチ400円を数十年我慢した血と汗と涙の結晶だぞ。夢ぐらい見させてやれよ。国民年金が6万くらいだっけ？それで生活できる家計を提示してほしいわ。満額で79万5千円、月額6万6250円。政府の最低生活費との金額差が大きいんだよ。東京23区の75歳単身世帯の資産額が12万3510円生活扶助と住宅扶助の合計。20年後には1ヶ月あたり12万円も年金もらえない人が激増してるだろうな。こんな当たり前のこと言われても、それをやっても金が足りないから自己破産してるんだろうに。氷河期は、抵抗できる体力がなくなった頃にお前ら自分で何とかしろよって政府と国民から放り出されると思うわ。あと20年後に乳母捨て山のような施設ができると思う。そこでは年寄りでも育てれるコオロギを育ててくんだ。生活保護があるから安心。氷河期の老後、毎年右肩上がりの物価上昇。年金の支給額は上がらない。貯金、退職金は物価上昇で大幅に目減り。結果、さらに上の逃げ切り世代のために税金を納め、介護しながら労働。退職金には増税も上打ち。そこは上の世代の豊かな生活のために徴収したいだろうね。そこそこの空き家マンションか社員寮跡にみんなで住む。自分たちが受験生だった90年代は、各予備校は駅前にあって、この年代が減ったらビジネスホテルに変更するって算段があったはず。上部に建ててあるなら使えるよな。うちの方の社員寮跡は老人ホームになってったり。老後2000万円用意できないやつは自動車手放すといいぞ。一回も所有しなければ4200万円浮く。マスゴミは絶対言わないが。貯金はしない方がいい。インフレで目減りするから。資産を持つべきやね。資産もほとんどは貯金がないと持てないけどね。無論借りるという手はあるけどさ。破産したらスマホとか新規契約できるんかな。携帯キャリアを破産に入れたらそこは払うまで無理だよ。払ったら契約させてやる言われる。自分はどこも破産に入れたから契約できなくて家族に頼んで家族名義で借りてる。そういや破産者マップまだあるのなくさ。破産者マップで近所の破産者の家を見に行ったら高級マンションで驚いたな。こんなの買うから破産するんだよ。老後破産のデメリットはない。どうせ負債は墓まで持って入れんよ。生活保護も今の世代は美味しいけど、氷河期の老後ともなると悲惨な状況かもしれない。生活保護者が納涼して収穫したものを分け合う動けない奴の分までとか、そういう想像もしといた方がいいよ。税収で支えるのは無理だと思うし。働けないから生活保護受けるのに、納期と最低限の住まいは用意してやるになるんじゃないかな。もちろん食料生産できる人間には現金支給してやるというのもあるだろうね。年金はあくまでも補助的なものだからね。若いうちに2000万円資産形成すべき。借金するから破綻する。やはり借金は悪やね。持ち家があるとないとで大違いだな。毎月の家賃きつすぎるだろ。地方なら家賃安いで、コツコツ貯めておいた方がいいよ。これしかない。その金をどう運用するの？貯金しとくだけで価値は減る一方だよ。純金積み立てコツコツ。金は高すぎだからプラチナでも良いな。物価が上がってるのに年金は増えないんだからそりゃ破綻する老人増えるだろバカなのか？なんで物価が上がると年金が上がるのか不思議じゃね。これから高齢者になる氷河期世代は独居率も高いし高齢者になると悲惨だな俺のことだが。人手不足なら必要以上に経済回さなきゃいい。俺の父親は退職金全部株で溶かしてたよ。持病で大腸癌があったがこの前腹痛で癌が再発したと思い込んで治療費がかかるからって病院行くの拒否して丸んだんだが。解剖の結果癌ではなく腸捻転だった。見事な人生だったな。株って一人前になるのに、10年以上かかるから。退職後やっても大抵溶かす。最後最後まで読み違えたのもまた人生。老後って、いくら必要なんだろうな。近所の金持ち老人。貯金が減っていくのが辛いと言ってたわ。金持ちでも辛いんだから、嫌になるな。一人暮らしで平均16万って何かで見たな。13万が中央値ってのも見た。持ち家基準だったけど、果たして今の若い人たちで16万支給される人が何人いるんだろ。氷河期世代が老後を迎える前にこうなる花。あと30年経ったら固定費をどう削っても食えない老人が世間に溢れるだろうが。破産するにも弁護士に70万くらい払って手続きせんとあかんのやろ。法テラスに請求する額は自分だと14万くらいだったよ。9ヶ月かかって毎月1回1時間弁護士事務所に行くだけ。自分でやればただ。ほんとサプリメントで月5000円。それも複数とか年寄りはやるからな。俺も老後破綻しようっと。三親等の肉親がいなけりゃできるのか？これ。
破産は起用してる人も手段の一つとして見てるし、破産を悪く言うのは金持ちでも貧困でもない中途半端な社畜だけだよ。こういうやつって破産した後のこと何も考えてないだろ。破産で借金がチャラになってもお前の人生は続くんだぞ。そりゃ生ともらえるのに資産を切り詰めて生活するやつはむしろアホだろ。切り詰めなくても余裕なほど老後資金を蓄えられたなら話は別だけど、そんなの4000万どころか1億でも足りんわな。自己破産する人はものすごい借金を背負った人、つまりそれだけ借りれる浪費できる元金持ち。俺らには無縁だ。遺品整理関係の仕事してるけど別口で、貧乏人からちょっとした資材の依頼よく受けるよ。原付バイクとか、そして役所に出すから処分したという証明をくれと。まあ何をしたいかはお察し。固定費結構削ってもう削るとこないな。次に値上げが響いてきたら車を1台手放す予定。無理せず堂々と生ポもらえばよろしい。搾取して金持ちになった奴らの税金で生きるのは悪いことじゃないよ。時代に恵まれてる今70代が、まだ全然現役なんだもんな。悠々引退してるのは公務員くらい。共済年金と退職金で貴族暮らしだからな。考えようによっては、金があるところから借りまくり、社会に回し自己犠牲にしてくれてる。社会の貢献人なんだよ破産者は。10年後、缶コーヒーが1本300円の世界だったとして、老後普通の生活ができるわけがない。金があるところから借り店で金を使う。店は儲かる。何か問題でも？趣味が散歩とテレビだけなのになぜ破綻するのかなぞ。欲は全部失せてるだろ。今時の高齢者はテレビと言っても見てるの YouTube だから。投げ銭でもしてんじゃねえ。もう自分の将来を心配する必要もない老人なら、自己破産も生保受給もためらうことなくやれるだろうな。生ポン申し訳ないから拒否するなら、病院にも行くなよ。みんなで負担してる保険料も申し訳ないだろ。そういうこと。まだ身体動くからそんなこと言えるだけ。いやでも年取ればあちこち痛くなって病院常連になるんだよ。今の若者が老人になる頃には、インフレ毎年 2% だったとして今2000万必要なら、40年後は8000万必要になる、絶望的だな。デフレだったから10年後に物価倍ぐらいになってると思う。海外との差が開きすぎ。今の中年でいい年越えて推し活とかやっちゃってる奴は老後破綻予備軍だぞ。その金貯めとけばこんなことにはならないし悠々自適に旅行などに使えるからな。冠婚葬祭だけの親戚や友達付き合いを全て切る、服は買わない捨てるのみ。人付き合いもほどほどにしないとただ金が出ていくだけよな。浪費癖のある奴と付き合ってると引っ張られるから要注意よ。借金頼んでくる奴とマルチっぽい誘いしてくる奴は30代で全部切ったわ。正解だわ。そいつら一生そのままだからな。都会住まいの老人は車関係の出費がいらないからいいよな。俺らの世代が年寄りになったらものすごく破産する人増えそう。最初から生活保護の補足率2割ないから、金がないだけではまず受給は無理。俺のアパートのお隣の引きこもり老人どうやって生計立ててるか不思議。生活保護とか障害年金とか、投資とか、ほんとわからんから、側から見ただけでは。株を持ってるのでは、自社株を買わされたが、今になって、上がりだした。年金生活になるとマンションの維持管理費もきついよな。一軒家も10年に一度は100万単位のリフォームが必要だな。一軒家の場合は口るに任せるという選択肢も取れなくもない。そんなことはない。リフォームしない人もいる。親の面倒を見ない子が増えたんだろ。今の若い者は、老人は皆金持ちでいい思いしてきたと思ってるかもしれないけど、裕福なのはごく一部。年金支給開始伸びたり、支給額も減ったり、きついよ。それが良い思いしてるってことでもある。丸沼で働くことが確約されてる氷河期からしたら未曾有の贅沢よそれ。資源を納める子供が少ないからね。子供を産む方が大事かもよ。お金では解決できない時代になってるかも。うちで夫の年金が4万下り、開始も5年伸びた。その金額だけでもすごいものだよ。私も本当なら今から年金7万ついてるはずが、伸びたからあと4年半を。今の時点でそうですもんね。自分が年寄りになる頃にはどうなることやら。今からしっかり貯めて運用して頭がしっかりしてるうちはしがみついて働いてなんとかするしかない。年金生活から生ポ生活にクラスチェンジだろ。これはいいクラスチェンジよ。良いかどうかは知らないが、氷河期世代のほとんどが何かしら生活保護制度を適用だろうが、年金プラス生活保護制度が基本になるのが多いでしょ。高齢者はそこそこ貯金してても医療費で一気に貯金が減るケースが多い。今のところ、高額医療費制度があるから普通に病院で治療を受けるだけなら破産はないはず。破産するのは変な民間医療とか、保険の効かない先端医療とか、サプリとかにハマった場合だろう。70代で破産しても何も困らないんだからどんどん破産したらいいよ。すでに社会的な信用はないからな。子供が成人したら家を売るが正解。僻地に住み続けてるから劣化するし売れなくなる。そもそも家を建てるのが正解だけど。自分は仲の良い人にお金がなくて生活困ってると話したら、貸したろうかって言ってくれたけど、気持ちだけでいいって断ったね。借りちゃいけない線引きはしてるしそこは何があっても譲らない。金の貸し借りは人間関係壊すからそれが正解。うちの親父は金貸しまくってたけど貸す金はくれて、やったと思って貸すと言ってたわ。友達の息子が慶応医学部入ったからその金も貸してたわ。息子が医者になっても返してくれなかったな。賃貸や貸金、何かしらの保証人にもなれないのに70代って。若い時に稼げない。
中年で失業。それが今までの氷河期世代の現実。70代は氷河期じゃないよ。70代の子世代が40代半ばから50歳くらいだろう。氷河期世代も関わるわな。北米だと若い頃に広い戸建てを買って子育てして、年取ったら家を売って老人向けのマンションに移るのが勝ち組とされているな。向こうはメンテしてれば家の資産価値が落ちないのも大きいけど。地震がある国では、耐用年数35年というのが長いくらいです。25年に日本国内で3度も大きな地震がありましたからね。それより20代30代で破産してる割合を心配してやれよ。信用情報が一番大事な年代だぞ。日本の戸建ては30年で上物は無価値になるし。そういう節約できることはすでにしてると思うけど。35年ローンを40代で組んだやつが定年後返済できないとかはありそうだけど、年金しかもらってないのにクレジットカードのリボ払いで相当借りてる高齢者とかいるぞ。リボ払いする人とは付き合いたくないな。地方の戸建てとか悲惨でしかないな。よくローン組むよな。ローン組ませる営業マンが詐欺師レベルで有能なんだよ。バラ色のお花畑にさせるんだから。お小遣いで月1000万くれるおばあちゃんいないかな。地方だと家賃5万で家が建つか、だったら家建てようってなるんか。は？家賃そんな安くねえぞ。一人暮らし賃貸でももっとかかる。東京近辺だが、家賃4万の一般アパートに家族4人で住んでるぞ。子供は高校生と中学生。何の不自由もない。必要十分。まあそういう層もそれなりに多いから首都圏にアホみたいに人口集まるんよな。ガチで高い物件ばかりならあんなに集まるわけがないし。安く住める割にメリット多すぎだからバカみたいに地方から移住してくる。立地の悪い場所の戸建てはババ抜き状態になってるな。ずっと売れなくて済む。家は30年もしたらリフォーム必要だから。定年して建てれば丸ぬ頃までは家にお金かからない。老人の家をローテーションすれば無料で住めそうくさ。子供部屋なんて誰も使ってないだろうし。話し相手いなそうだし家事炊事も助かるだろくさ。1年は52週間だから。52件に住めば1年間寝食無料だなくさ。年金もらっても、所得税や住民税国庫で、結構引かれるのよ。で、そこから医療費3割だっけ？ある一定以上の年金額ある人は自己負担しなきゃいけないし、医療費で自己破産する人もいそう。自分もどうなるかわからんな。今は給料もらってて年金は12、3万の予定だが、体動くうちはバイトでも何でもした方が良いんだろうね。若い時はプログラマしてたからまた復帰しようかな。高齢でもやっていけそうな開発の仕事あるのかう。シルバーで草むしりでもいいんじゃないかな。生活レベルを下げる覚悟を持った方がいいよ。年金12万でやっていけるように金貯めるだけだろ。生活レベル下げるって言っても限度あるやろくさ。マンションなら毎月の管理費、光熱費、固定資産税。持ち家でこれだから、賃貸は済むぞ。氷河期がこの年代になるとすごいことになりそうだな。段階じゃあは質はともあれ量は多いからなくさ。日銀がすればええやろ。氷河期は4000万人いるから暴れると怖いぞ。バブル世代とか生まれてきただけで運が良いよな。東京って意外と賃料以外は安く済ませることできるからな。一人暮らしで地方より考え方か。そう、東京は家賃高いけど小売は他店との競争原理があるし、薄利多売でやれるから安いのもあるんだよな。反対に地方の方が競争原理と薄利多売が使えないから高かったりする。70になってシルバーで草むしりって働きたくないわ。80くらいで旗振り合ってる人いるからな。炎天下で熱中症や脳梗塞になるだろ。最近は大きなビーチパラソル広げてやってのが許されてるとこも増えてきてるが。ああいう人たちって若い時何してたんだろうといつも思うわ。まずやめるべきはギャンブル。主にパチンコだろ。パチンコ客の平均年齢70近いんだぞ。子同時で実家に車に停めてるやつはいいかもしれないが、都内は車持つの大変だからな。厚生年金で暮らせるのは公務員だけやろ。三菱商事社員も余裕で OK。 若いうちに勉強や就職頑張るべきやね。そうすれば一生安泰。商事会社って就職できてもその後の出世競争大変だろ。年収1000万とか命と引き換えだと思っているよ。年収1000万円？そんなもんじゃないよ。若いうちから2000万円を超すよ。実力がない人は入れないから大丈夫。2000万は役員だろ。それか偏僻な海外の不妊手当がベラボーにつくとかか。今国民年金のやつは積むの確実だからな。国民年金だけでは暮らしていけないのは国の制度不備。年取って働くのも気分転換でいいけど、重労働は嫌だな。夜だけタクドラとかが良い。ヤマトで朝2時間で時給1100円のバイトあって、老後の小遣い稼ぎにはいいかなと思ったけど、しんどいんかな。2時間くらいならその後昼寝でもしたら回復しそうだけど。荷物積み込みとかでないなら良いかも。2時間で食費賄えればいい。毎年食料品の物価がこれだけ上がってれば仕方ない。生活保護は保護になってないし誰も得しない状態が続いている。老人に限定された問題ではなくて、スタグフレーションなのでは？そう、これは若者にも言えること。固定費削減でこの物価高、光熱費高を乗り切ろうって。年寄りが何に金使ってんだよ。孫への小遣い。孫っていうか年金暮らしなのに結婚した妹にガンガン金渡してるわ。あまりいい気はしない。夫婦2人で食費は月10万、家賃が月8万、水道光熱費もろもろ含めて計算10万あればなんとか生きられるよ。庶民なんだし。電気代もめちゃくちゃ上がるな。小屋節電して熱中症で脱出するやつ出るか。モールとか図書館が最寄りにある年寄りは日中そこでしのぐんだろう。
生活保護受ければ良いから問題ない。何も心配せず適当に生きればいいんだよ。働く必要もない。資産があるやつだけが資産を守るために働けば良い。俺も稼げる時に稼いで、特に老後とか年金は考えてないわ。金がない生活は嫌だからな。そう、金がない老後は惨めじゃぞ。金さえあれば孫も小遣いあれば懐くしね。空き家を行政が買い上げて安く提供できりゃ良いのにな。東京都が23区に都営住宅を作って家賃は月2万円ぐらい。ただし、入居条件が既婚者で40歳以下。40歳以上は都営住宅には入れない。という政策を今年から行う。都内でそれじゃ既婚者は助かるね。年金より生活保護の方がいいもんな。老人は今の社会の最適種なんだろうな。未来のお前ら、いやもっと悲惨になるか。長生きしても地獄、働いたらいいんじゃ。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。